皆さんこんにちは。大分トリニータ代表の吉田でございます。今日はホーム最終戦です。本当にたくさんの方が観戦してくれていただいてありがとうございます。今シーズンはコロナという状況の中、本当に厳しい年でございました。そういう中でトリニータを支援していただいたファン、サポーターの皆様、そしてスポンサーの皆様、経済界、行政の皆様、さらには試合を支えていただいたたくさんの方々に改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。コロナという厳しい状況の中にあって、我々トリニータクラブもですね、本当に厳しい戦いを強いられることになりました。クラブの経営状態から言うとですね、非常に厳しいものがありまして、所得戦略を見直すという中で子会社を解散するという厳しい判断を迫られることもありました。しかしながらこうやって多くの皆様に支えられて今日を迎えることができました。コロナで中断している中、デジタルあるいは映像ということでですね、いろんな支援の楽しみ方が増えてきました。そういう流れというのはこれからも止めようがないのかもしれません。しかしながらこういうスタジアムに集まって周りの人と本当に一つのチームを応援しながら一緒になっていく、こういう楽しさこそスタジアムの醍醐味だというふうに思っております。我々はこのスタジアムリアルの楽しさというのをもっともっと追求して、ワクワクドキドキする試合、そして楽しいスタジアムを届けてまいりたいというふうに思っております。また一方ではこのコロナの関係でファン、サポーターの皆様、スポンサーの皆様との関係を取り直すいい時期でもございました。そういう意味で地域密着ということを改めて真剣にやっていきたいというふうに考えております。チームは今11位という順位になります。6位という目標を掲げてきました。それには少し及びませんけど、この上手日程の中本当によくやってくれたというふうに思っております。そしてこのチームがですね、この成績を取れたのはピッチに立っている選手だけではなくて、それを支えている練習に参加している全ての選手の結果であります。この素晴らしい選手スタッフに皆様もう一度拍手をお願いいたします。来年は20チームで争い4チームが降格するという厳しい年になります。しかしこういう時期であるからこそですね、我々は走ってそして元気を多くの皆様に届けていきたいというふうに思っております。スポーツで地域を活性化する、まあ、よく言われていることですが、それを本当に実践していきたいというふうに考えております。そのためにも皆様のご支援ご声援が必要でございます。去っていく仲間もおりますけど、どうかトリニータという一つの絆で結びついておりますので、より多くの皆様がトリニータを応援してください。本当に今シーズンありがとうございました。